矢野通は、日本の男性プロレスラー、レスリング選手、実業家、東京都荒川区出身、YouTuber、新日本プロレス所属。中央大学レスリング部で、ジャンボ鶴田の2年先輩だった、矢野治の息子として生まれ、7歳から、父の指導のもとレスリングを始めた。京北中学校、高等学校時代には、全国中学生選手権優勝。 全国高等学校選抜レスリング大会、全国高校総合体育大会、国体と様々な全国大会で優勝を果たした。卒業し、日本大学進学後も、世界学生選手権日本予選 97kg 級で優勝する。2000年には全日本学生選手権で、フリー、グレコの両部門を制覇した。日本大学経済学部経済学科卒業。 大学卒業後の2001年4月、福田富明を通じて新日本プロレス参加の東根クラブに入団し、2002年より新日本プロレスに入門。同年5月18日にブルーウルフ戦でデビューを果たした。2003年8月31日にはパンクラス両国大会に出場し、渋谷出身を相手に総合ルールに挑戦し、敗退するも内外から評価を得た。 2004年から、金髪、タゴサクタイズ半費、下駄という酒飲みキャラに扮する。矢野曰く、これが、自分の本性を出した第二のデビュー戦とのこと。ヒロ斎藤、後藤達立つというヒール職人に指示し、反則負けを幾度となくやった。2005年2月、蝶野正弘のバックアップを受けて、海外武者修行に出発した。同年5月に帰国後。 ブラックニュージャパン入りし、マカベガ・タナギと共に反則三昧のプレーを展開した。しかし、聴収力現場監督の、あいつは正当派ならもっと上に行けるという方針から、11月に、突然、ベビーターンし、スコット・ノートンのタッグパートナーを務めた。2006年5月からは、石井智弘と、平成の極道コンビという名目でタッグを組むようになり、後に、天山広吉ら、 GBH2C と共に合流する。以降は、天山、新壁をサポートする役割に徹していたが、2007年7月29日に、金村金太郎を破り、ウーヘビー級王座を獲得する。同年には、新壁とのタッグで、プロレス大賞最優秀タッグ賞を受賞した。2008年2月17日、両国大会で新壁と共に、 IWGP タッグ王座を奪取し、第51代王者に君臨する。以降は4度の防衛に成功し、王座を守り続けた。が、2009年1月4日にレッスルキングダム3で、チーム 3D とハードコアマッチルールで対戦し、この試合に敗れたため同王座を海外へと流出してしまう。その後、リマッチとして同タッグチームと再び対峙するが、ここでも敗れた。 4月5日、矢野はパートナーの新壁に対して椅子攻撃を喰らわせ GBH を離反する。この日に新壁とシングルマッチで対戦した中村信介と共闘を宣言し、後に真壁、本間友明を除いた GBH メンバーと共にカオスを結成した。6月20日、ドミニオン6.20にて新壁とシングルマッチで対戦。乱入してきた。 中村のアシストを経て、新壁を鬼殺しで葬ったが7月シリーズに幾度となく、新壁が乱入、7月20日に再度シングルマッチが組まれるも、新壁のキングコングにドロップでピンフォール負けを献上した。2010年に入ると標的を棚橋博士に定め、2月14日に棚橋と対戦した。試合に敗れはしたものの、矢野がハサミを持ち出し、 棚橋の髪を切るという暴挙に出て両者に一根が勃発した。5月3日のレスリングドンタクにて生産を晴らすべく再戦。ここでも棚橋を審議ハーフネルソン式サイドバスターでピンホールを奪った。試合後バリカンを持ち出し棚橋の髪を刈ろうと襲いかかるも失敗に終わった。6月19日ドミニオン6.19にてルーザーボールドルールで 完全決着を果たすべく三度目の対戦を行った。最後は、棚橋の十字架固めで、ピンフォール負けを喫するも、髪を切られるのに抵抗した。しかし、駆けつけてきた串田と田尻の二人に押さえつけられ、とうとう髪を刈られた。2011年1月4日、レッスルキングダム V の舞台でティネのロブバンダムと、対戦した。矢野は、この対戦以後、 バンダムの両手の親指で自身を指さすポーズを表説し、矢野通るとアピールするようになる。矢野もこれをきっかけに火を追うごとにヒールでありながら、コミカルな面が顕著に見られるようになり、二面性を持つデスラーとして監修から指示を得た。5月には、初代 IWGP インターコンチネンタル王者決定トーナメントの決勝まで行くも、王座体感とはならなかった。 8月の G1 クライマックスの棚橋戦では観客から盛大な矢野ーコールを受け、棚橋にはブーイングが起こるという逆転現象が巻き起こり、その声援を背に棚橋に干渉する。結果的に決勝への進出を逃すものの5勝4敗という高成績をマークし存在確率によるバイプレイヤー脱却の期待を見せた。10月10日、 矢野は全試合終了後の勝利者インタビュー中に、棚橋とこの時すでに挑戦を表明していた長田博を襲撃し、IWGP ヘビー級王座と同王座への挑戦権を強奪、IWGP 王座の愛の部位にガムテープを貼り付けマーカーで、Y と書き印カスタマイズした。以降自らを、ユーマグップ王者と名乗り、棚橋を挑発した11月12日に強奪した。 ベルトをかけて棚橋と対戦するも、テキサスクローバーホールドで、ギブアップ負けした。試合後、矢野はふてぶてしくベルトを持ち逃げしようとしたが長田に、阻まれ、ベルトを奪還された。これに懲りず、翌2012年3月、飯塚隆と共に、天古寺の保持する IWGP タック王座を、強奪、5月3日に、同王座の挑戦にこじつけると、小島から、 ピンフォール勝ちを収めて、第59代王者に退官した。6月16日にリマッチとして、再び交戦するも、狂気の使用で試合の収集がつかなくなり、ノーコンテスト裁定に終わった。この目に余る暴挙の末に、菅林直樹社長から、王座剥奪を宣告されるも、以降もベルトを保持し続けた。7月22日に、天古寺と、 IWGP タック王座決定戦で3度退治するも、ついに敗北し王座から手放した。2013年2月9日、飯塚と共にプロレスリングノアに初参戦した。矢野はこの日のセミファイナルで、マイバッハ谷口マイバッハ谷口ジュニアと対戦したが、両チームのラフファイトの応酬により試合は、無効試合に終わった。 しかしこの日のメインイベント終了後、矢野と飯塚は、ノーマーシーのケンタとブレイブの杉浦あたかし、丸藤聖堂を襲撃し、今度は、両者が保持していた、GHC ヘビー級王座と GHC タッグ王座を、強奪した。さらにノーマーシーに所属していた谷口がケンタへ、裏切りのマイバッハボムを見舞い、矢野飯塚との共闘を選択。矢野は谷口に、ヘビー級王座を手渡した。 3月10日、横浜大会で杉浦、丸藤組とタイトルマッチで対戦。孤立した杉浦を鏡割りからピンホールを奪い、第28代王者に君臨した。また、ノアのチャンピオンになったことから、グローバルオナードクラウンから、崇高なる大泥棒のキャッチフレーズがつき、新日本プロレスでも使用されるようになった。6月の博多大会では、ケンタの保持する、 GHC ヘビー級王座に挑戦したが、敗れた。2015年2月22日に開催された、東京マラソンにチャリティランナーとして出場し、完走、その夜に開催された、ノア・コ楽ラクホール大会に、丸藤のパートナー X として出場した。矢野も、その際、マラソンの格好のまま試合を行った。2016年1月4日、初代ネバー無差別級6人。 タック王座決定戦にブリスコブラザーズと共に出場し、初代王者となった。また、この頃から長年金髪だった頭を黒髪にしている。5月28日、ノアの大阪府立体育会館大会において、丸藤と組んで GHC タックを獲得し、ノアに定期参戦。12月16日、新日本プロレス後楽園。 ホール大会の IWGP タッグ前哨戦の第4試合終了後に乱入し、第4試合に参戦した選手全員に634を決めた後に、X は俺だ。と1.4東京ドームに緊急参戦を表明し、新壁、本間組からトロフィー、王者であるゲリラズ・オブ・デスティニーからベルトを強奪した。2017年1月4日、石井とのタッグで、 IWGP タッグを奪取する。7月 G1 クライマックス27にエントリー。B ブロック4勝5敗、勝ち点8で敗退になるが、8月12日の最終リーグ戦で、第16代ネバー無差別級王座を保持する鈴木実から勝利。その2ヶ月後、両国大会で鈴木からリングアウト勝ちを取り、その後、ネバー無差別級ベルトを強奪。 試合後、怒りの鈴木は、ブルロープ縛りつけて俺と戦え。と投げかける。矢野は、何でもやってやるよばーか。と返す。その後、ネバー無差別級選手権試合、ブルロープデスマッチが決定。11月、ブルロープデスマッチに敗れ、ネバー王座対関とはならなかった。2018年1月4日、ネバー無差別級6人、タック選手権試合ガントレットマッチに、 石井智弘、バレッタと共に出場。試合に勝利し、王座退官するも、翌日に組まれた防衛戦に敗北。1日で王座陥落。8月12日、日本武道館で開催された G1 クライマックス28では、B ブロック予選を3勝6敗、勝ち点6で敗退となった。日本大学フェニックス反則タックル問題に揺れる。 日本大学と英和人によるパワーハラスメント問題の影響でイメージダウンしていたアマチュアレスリング界の印象を改善するために大会開催前にはフェアプレーを宣言していた。周囲が本当にフェアプレーを行うのかと疑念を抱く中で実際にクリーンな戦いに徹し、これより数年ほど見せていなかったレスリングテクニックも披露して監修、有識者などを驚かせた。 12月9日、ワールドタグリーグ最終日にて、バッドラックファレのグラネードに破れ、試合終了後にバッドラックホールを喰らう寸前でかつて、自らが裏切ったマカベガナギに救出される。その5日後の12月14日にて本体とカオスのカルテットで試合が組まれ、新壁とは約9年9ヶ月ぶりに同じコーナーに立った。2019年1月4日、 第0試合でのネバー無差別級6人、タッグ王座、ナンバーワンコンテンダーガントレッドマッチに真壁がなぎ、田口隆助と出場して勝利し、翌日に行われる同王座の挑戦権を獲得。結果は王座大観とはならなかったが、1月30日の仙台サンプラザホール大会で、再び新壁、田口と挑戦し、同王座の第19代王者となる。 4月29日、グランメッセ、熊本大会にてマカベガナギと共に、IWGP タック王座に挑戦。勝てば、新壁とのタックでは、約11年ぶり2度目の王座大会となるはずだったが、最後は新壁が丸め込みで、フォール負けし、大会とはならなかった。7月、G1 クライマックス29に出場。初戦にて、 IWGP インターコンチネンタル王者の内藤、哲也に勝利し、高連勝と独走状態だった IWGPUS ヘビー級王者のジョン・モクスリーから勝利して連勝をストップさせるなどし、4勝5敗でリーグ戦を終了した。2020年1月5日、大霊試合に行われたネバー無差別級6人タック選手権試合ガントレットマッチにて王座から陥落する。 8月のサマーストラグル2020シリーズに行われた新タイトルキャップへ2020ではピンホールにカウントマッチとなった26日の1回戦で武士に勝利。29日の明治神宮野球場大会の第2試合に行われた岡田和地か、サナエルデスペラードとの4ウェイマッチでの決勝戦では試合中に真田のパラダイスロックの英字機となり、 しばらくの間、リング上に放置される一幕もあったもののデスペラードをコブラクラッチで捕獲している最中の岡田を背後からの近的横入り式エビ固めで丸め込み3カウントをダッシュ。キャプエ2020トロフィーの初代保持者となった。11月7日第一試合に行われたキャプエ2020争奪戦では濃厚なパッドマッチルールでザック・セイバー・ジュニアと対戦。 場外で、鉄柵越しのヒールホールドで捕獲された際に靴紐を、鉄柵に結びつけて、ザックの動きを封じ、リングアウト価値を収めて、トロフィーの防衛に成功した。以下の技は、酒飲みキャラとして、ヒールになり始めた時期に使用していた技である。いずれも反則を取られ、2004年4月から、しばらくの間、矢野は連続反則負けの記録を作っている。 2011年東京ドームでのロブバンダムとの対戦以降、コミカルキャラが定着し観客へのアピールを行うようになった。アピールの節で述べたように、入場の際に矢野の肩書きやグッズの宣伝をリングアナウンサーがコールしているがコールされる内容が年々増えた結果、2020年頃からコールが長文化している。そのため、ミラノコレクション AT やマカベガタナギが、 解説席にいる際は、長芸用と、突っ込みが入ることもある。2012年11月、水道橋駅近くにスポーツバー、リブリエタースをオープン。店の和訳は、名店。新日本選手のイベントはもちろん、野球、サッカーなど、プロレス以外の顧客にも対応しており、試合、遠征がない日は矢野が自ら接客を行うこともある。また同店では、プロレスラーの、 ホンダ・夢やサキも勤務している。カオスの選手も来店し、トークイベントや各種様々なイベントを催している。ヤノは既婚者であり、ヤノの妻が店を手伝うこともある。また、一男一女の父親でもあり、二人の子供がヤノの YouTube チャンネルに登場したこともある。近年は団体の方針で所属選手のイベントは開催されておらず、 団体のイベント等に使用されている矢野は DVD などを多く発売しており試合時には DVD を持ち直接 DVD を販売することなども多くリングコールの際も名前を言う前に大好評発売中と商品名を明記し絶対読んでもためにならない本著者とリングアナウンサーが宣伝をするありがとうございます